お疲れ様です。農水省職員の松田です。私普段水産業界盛り上げるためにいろんな動画を撮ってるところなんですけども、本日もですねアニメネガポジアングラー第5話の感想を喋っていきたいと思います。まず第5話ではですね、常広くんがバイトの初任給をもらうところから始まります。すごいよくもらってましたね。いやなんか現金支給っていうのも相まってそうですよね。なんか結構シフト入ってたような金額か、それか時給が、あでも時給は1120円とかでしたね、確かよく覚えてますね、ポスターで、まあ、結構なシフトが入られてるのっていう感じですね、はい、というところから、始まりまして、初任給について何に使うか考えていたところですね、花ちゃんとあと小杖ちゃんに強引に連れられて釣り具屋に行くことになります。この釣り具屋ではですね、花ちゃんがまず一人で買い物をしに行き、小杖ちゃんと常広くんで二人でデートするような形で釣り具屋を見ることになります。途中花ちゃんがですね、ガチスティールの 18g が絶妙なんだよな、テンションフォールで早くもなく遅くもなくいい感じに落ちていくし、着底の感じもよくわかるし巻き感もいいしというセリフがあるんですけども、ここはまた後ほど触れますか、はい、触れたいと思います、はい、後ほど解説お願いします、はい。釣り具について小杖ちゃんに案内されていますと、目を張りたくなってしまった常広くんがですね、ついつい7万円ほどの買い物をしてしまいます。結構行きましたね。なかなか釣り具屋に行って7万円買い物で結構だと思います。結構ですよねまあまああのなんていうんですか、やっぱり釣り具屋さん行くと何でも揃ってるんで、いろんな商品あってあれもこれも欲しくなっちゃうなっていう気持ちはやっぱりあの同感できます。はい、この買い物途中でですね、リールコーナーに行ってエクシードという7万円を超える高級リールについても、紹介されます。まあこれおそらくまあモデルあると思うんですけども、まあおそらくってやつだと思うんですけども、こちらにも目を引かれつつ、さすがに今回これは買わないで後にします。買い物が終わるとですね、当然のようにツツジモリさんに怒られます。まあ借金の肩代わりをしてもらっているの でしかもタダで家に住まわせてもらっているので、まあこれは当然だと思います。場面が変わりまして、皆さんで釣りに行くシーンに移ります。ここの釣りではですね、ちょい投げと浮き釣りとあとはサビキの3種類について紹介します。ここでですね、あの釣りをする常広くんなんですけども、今日はなかなか釣れません。いつもはすごい才能を見せるんですけどね。そうですね、はい、普段はすぐに釣っちゃうんですけどね。はい、今回はなかなか、釣れませんでした。それを見たツツジモリくんがですね、道具と狙う場所を教えたところ、サバを連続でヒットさせました。そこでですね、ここで道具によって重さだったりですとか、あとは飛距離が、違うということをツツジモリくんに教えてもらいまして、ここで釣り具屋で見たあの最高級リールを思い出します。その後ですね、結局7万円の高級リールとあとは釣り竿も買ってしまいまして、しっかりツツジモリくんに怒られるというのが第5話の、簡単なあらすじとなります。そうですね、今回も第5話もいろいろと面白く見どころがあったんですけども、我々水産庁的視点として今回2つほど解説したいなと思います。まずはマナーの話からしたいと思います。マナーの話では、まず今回釣りをするにあたってですね、3種類やってたんですけども、サビキ、ちょい投げ、浮き釣りの3種類をやってたんですけども、花ちゃんが今回カゴは禁止というふうにおっしゃってたんですけど、これって場所によってカゴ使える場所とか使えない場所とかがあるっていうことなんですか？そうですね、まずですね、そのカゴが使える使えないというよりかは、はい、あそこの場ではコマセって言ってましたけど、巻き餌が使えない使えるっていう場所があります。はい、まあ、オキアミみたいな魚を集めるために、その場に巻いて、使うような、そういう、餌ですね、そういう餌を使うのができるできないっていうのが、都道府県の漁業調整規則っていうもので定められてますので、まあ、都道府県によっては使える使えないっていうのがあるという形になります。ちょい投げも場所によって OK だったり、禁止されてたりする場所はありますよね。あ、そうですね、こちらに関してはですね、施設側のルールになると思うんですけども、その、まあ、特定の施設に関してはですね、キャストが禁止等のルールも設定されてますので、そちらに関してはですね、実際に調校を行う施設の方にですね、ご確認いただければと思います。はい、お願いします。はい、というのがマナーについてのお話でした。続いてですね、釣り具の話をしたいんですけども、釣り具について喋るということですね。実際に今日、私とあと平正さんの釣り具を持ってきてみました。でですね、釣りって本当にいっぱい種類があるんですよ。今回紹介した浮き、ちょい投げ、サビキ以外にもですね、こういうシーバスを、でっこいっすね、これ22センチありますね。すげー、はい、こういう疑似餌を使うルアー釣りと、
第5話で放送されていた餌釣り、大きく2つ分かれるんですけども、この餌釣りの中でもいろんな種類があって、ルアーの中でも本当にいろんな種類あるんですけども、ま、私も平正さんも餌よりもルアーの方がよくやるので、例えば今平松さんに持ってきてもらったのは全部ネカポジアングラーでもよく出てきたシーバス釣りに使う仕掛けなんですけども、一口にシーバスといってもこんだけいろんな種類のものがありますね。沈みます？これはあの水面に浮かぶルアーなので、トップウォーターですか？いわゆるトップウォーターというものになりますね。これはあのトップウォーターっていうジャンルの、まあ、ルアーといいますかになってまして、水面に浮かびます。なのでこれをこう動かすと常に水面の上をルアーが走る感じになります。でトップウォーターは何がいいかっていうと、あの釣り人から見えてルアーの動きがよく見えて楽しいっていうのもありますし、あの水中にいる魚って4次元方向どこにでも逃げられるんですけど、水面にいる小魚って上にはもういけないから、あのスズキみたいなこう魚を食べる魚にとっては食べやすいっていうあのものなんですね。なのであの割とトップウォータープラグっていうのを使う場面っていうのがあります。ああそうなんですね、はい、あとはバイトの瞬間が見れるのから、まさに、はい、あの釣り人から丸見えなのですごいエキサイティングっていう部分で人気っていうのもありますね。結構バシャーンって来るんですよね、はい、あの水しぶきを上げて襲いかかる瞬間とかも見れたりしますというようなトップウォーターものですとか、あとこれがトップウォーターですか？それは若干沈みますね。これはペンシルベイトというジャンルですけど、あのマッチザベイトっていう考え方があって、あの常にこうその魚が何の小魚を餌にしてるかっていうのにルアーを合わせましょうっていう考え方がありますけど、これはコノシロっていう魚をシーバスが食べてる時によく使います。でコノシロはあの皆さんおなじみの寿司ネタでいう小肌のことですけど、シーバスもあのコノシロをよく食べる秋の時期とかがあるので、そういう時はコイルを使います。確かに模様がこの白っぽい。そうですね、あまさに模様この白の模様になってます。この色はちょっと違いますけど模様がそうなってますですとか、あとこれはペンシミノですか？これミノですね。これ、はい、あのアニメでよく出てきたおなじみのルアーですね。あこれはマイワシっぽいですね。あまさにマイワシカラーです。斑点の模様がマイワシを模したものです。あちゃんと7個ですね。7つ星です、はい、リアルに作られております。ミノーはどういった特徴があるんですか？はい、ミノーの特徴はこの先っちょについてるベロみたいなものですね。これリップって言うんですけれども、巻くとこのここのリップが水中の抵抗を受けて沈んでいくということで、水中の中を割と泳ぐルアーになります。そういった水中で泳ぐシーンっていうのはまさに映像で再現されていた、ものすごく鮮明に綺麗に描かれてたので、はい、皆様ご注目いただければと思います。このリップによってこう水面を潜るように泳ぐという感じで、ぜひそういったあのルアーの動きも見てほしいなというところです。あとはすいません、これも軽いんで多分トップウォーター系のトップウォーターです。まさにでもこれは口が、はい、開いてます。さすがですね。これはどういった、はい、見えるかな。これはもうあのトップウォーターっていう水面に浮かぶルアーなんですけど、この口の先っぽについた大きく開いたところが、糸を巻くとものすごい水の抵抗を受けてここに大きな水しぶきができるんですね。それでこう下の方にいる魚にアピールして寄せて食べさせるっていう、そういうルアーで、これも非常に人気がありますね。これすごい特徴的な形してますけど、これは何なんですか？これはですね、あのシーバスがイソメとかバチと呼ばれるいわゆるミミズみたいなものを食べる時期っていうのが、まあ、大体春先とかにあるんですけど、その時期に使うルアーですね。やっぱりマッチザベイトの一環で、その時期のシーバスはそういったものばっかり好んで食べるので、それに合わせてそういうバチっぽい動き見た目になっているものを選ぶということで、その時期によく使うルアーなんですね。じゃあ動かし方も変わってくるっていうことですか？他の全然違います。これはもう本当にイソメとかって水中をニョロニョロ泳ぐので、緩急つけずにゆっくりリールを巻くっていう、そういう動かし方にしますね。ただ巻きでただ巻きでゆっくり一定のスピードで巻くっていう使い方が一般的です。なるほど。対照的なのは例えばさっき紹介しました、例えばミノーとは結構対照的な、まさにそうですね。
あのネガポジアングラーの1話で常宏くんがあのジャークしてましたけど、うん、ミノーはやっぱり小魚をイミテートするということで割とパニックしてるような動きをさせるためにあの激しく竿を煽ったりするような動きをするので全然動かし方が違いますね。なるほど。じゃあこれもう同じルアーでもうこれとこれで全然巻き方が変わってくる。そうです、まさに。あと使う時期も変わる、はい、魚でも時期だったり食べてる餌だったりとか、うんうん、場所に応じて使い分けるっていうことです。へ、うんうん、なるほど。ここまでが釣りの中のルアーの種類の話をいろいろしました。でこれ以外にもですね、あのリールもいろんな種類があってそこもちょっとだけ解説したいと思います。リールの特徴としてはまず大きく2つ形があります。それがこのスピニングリールとベイトリールというこの2つの形があります。これそれぞれ特徴は、ベイトリールの方が割とその糸の出を調整しやすいので、そのどこどこにルアーを投げたいみたいな、正確に投げたいみたいなニーズがある時には結構こっちが好まれて使われる傾向があると思います。で一般的に使われてるのはこっちの形が多いですね。スピニングリールと言います。スピニングリールの方が扱いが簡単なので初心者向けと言われております。このスピニングリールもですね、まあ、一番大きな分かりやすい違いとしてはサイズの違いがあります。でこれ例えば2500って数字があるんですけども、この2500って何の数字なんですか？番号の大きさに比例して、あその糸の巻ける量だったりリールの大きさっていうのが大きくなる傾向があって、まあ、2500とか、まあ、3000といったサイズが割と一般的なものになりますかね。シーバスやるんだったらまあ3000、あシーバスはもう、はい、だいたいそのぐらいが多いと思います。はい、私2つ持ってきたんですけど、こっちが2500番台でこっちが3000番台なんですけども、こっちはエギとか、あシーバスも使うかなっていうような、リールです。でこっちはですね、まあすごく似たものがアニメにも出てきましたが、同じカラーリングです。すごい同じカラーリングですね。びっくりするくらい青物釣ったりとか、まあジギングでは基本的にこっちを使ったりします。ちなみに大坂さん何か持ってきました？あ、実はですね、はい、実はこういうハンカチを僕も持ってるんですけど、結構リアルでいいですね。リアルなカタクチイワシですね。カタクチイワシですね。いや今回作中でもこういうリアルなカタクチイワシ乗ってたかと思うんですけど、実は描いてる長島さんっていう方が一緒でして、もう時すでにこういうものを持ってました。実はもうアニメが始まる前から思ってました。この鱗が剥がれてる具合ですとか、あすごいリアルですね。はい、あと反ってたりこうシュッてしてたりっていう、こうこの反り具合とかがすごくリアルですね。そうですね、全部違うんですね。はい、ですね、すごい。あとこの口の開け方とかも、ああそうですね、ちょっと顎外れちゃってる感じとか。そうそうそう、いいな。ちょっと後でどこで買ったか教えてくださいそうですね、後で教えます。はい、というわけでですね、本日は、ネガポジアングラー第5話の感想とちょっと話脱線しちゃいましたけども、ルアーについてのお話もしました。引き続き第6話についても、これから話していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントしてお待ちいただければなと思います。それではありがとうございました。